小熊ま二は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。改革結集の会幹事長、民進党副幹事長、参議院議員、福島県議会議員、会津若松市議会議員などを務めた。福島県出身。福島県立会津高等学校卒業後、先修大学法学部に入学。大学在学中より、 新井証券衆議院議員の事務所の学生スタッフを務める。1992年3月、専修大学法学部卒業。同年4月より、新井証券衆議院議員秘書。1993年に、斎藤文明衆議院議員の秘書に転じる。1999年、藍津若松市議会議員選挙に出馬し、初当選した。2003年、 福島県議会議員選挙に自由民主党公認で、会津若松市選挙区から出馬し、当選。2007年、福島県議会議員に再選。2009年、福島県議会議員を辞職し、みんなの党に入党するため、自由民主党を離党した。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、 みんなの投稿人で福島4区から出馬したが、民主党前職の渡辺光三、自民党前職の渡辺敦氏の後陣を廃止、得票数3位で、比例復活もならず、落選。2010年、第22回参議院議員通常選挙に、みんなの投稿人で、比例区から出馬し、当選した。2012年9月、日本維新の会に参加するため、みんなの党に、 離党届を提出。9月28日の日本維新の会決党に参加したが、みんなの党に提出した離党届は受理されず、11月に除籍処分が下った。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に、日本維新の会公認で福島4区から出馬し、自民党新人の関家一郎に2万病町の差で、敗れたが、重複立候補していた。 比例東北ブロックで復活し、当選した。2014年7月、日本維新の会の分党に際しては、橋本徹大阪市長による、新党結成を目指すグループに参加。分党後の日本維新の会では、国会議員団国会対策委員長代理に、起用される。同年9月、祝いの党、日本維新の会の合流により、維新の党の決闘に参加。 同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、維新の投稿人で福島4区から出馬。選挙協力により、民主党の黒羽孝一郎衆議院議員や、かつて福島4区選出の大義士であった渡辺光三の支援も受け、前回敗れた自民党前職の関家一郎を416票差で破り再選。2015年10月22日、 維新の党に離党届を提出し、27日に離党が了承された。11月18日、離党した村岡俊秀重徳和彦、小沢英人ら3名と日本を元気にする会の山田、太郎と共に、政治団体、総合の会の結成を総務省に届け出た。12月9日、村岡、小熊、茂徳、小沢の4名で、衆議院内に、 会派、改革結集の会を結成した。12月21日、同じく離島組の鈴木義弘と共に、政党、改革結集の会の決闘に参加し、党幹事長に就任した。2016年3月22日、民主党の枝野幸男幹事長と改革結集の会の村岡敏秀代表が会談。同党の所属議員5名のうち村岡、小熊、 重徳鈴木の4名は、民進党に合流する方針が決まった。3月27日、民進党の結成大会が都内で開かれ、民進党に入党。民進党内では、旧改革結集の大出身議員と行動を共に、することがしばしばあり、合流直後に、村岡、重徳らと、野田グループ入りを検討していることが報じられた。 2017年9月の民進党代表選挙では、村岡、奥間、重徳の3人が独自候補擁立を模索する、方針を表明したことが報じられ、前原聖治と枝野の一騎打ちが確定した後も、民とも共闘を断ち切る、要領陣営に申し入れた。2017年10月の、第48回衆議院議員総選挙では希望の、党から出馬し、小選挙区では、 破れたものの、比例復活で参戦。同年11月の希望の党共同代表選挙では、原発ゼロに積極姿勢を示したことなどを理由に、玉木雄一郎を支持した。2018年5月7日、民進党と希望の党が合流し決闘された、国民民主党に参加した。9月11日、党役員室長に就任。 2019年4月の大阪12区補欠選挙では、民とも共闘に否定的であったかつての姿勢を一変させ、野党統一候補として、無所属で立候補した全共産党衆議院議員、宮本武の応援演説を積極的に行った。その後共産党は、同年7月の第25回参議院議員、通常選挙で一陸の候補者を取り下げ、 福島県選挙区においても小熊の後継県議で、みんなの当時代から行動を共にしてきた、水野幸子を支援することが決定したが、水野は、同選挙で落選した。二千二十年一月二十八日の二千十九年度、補正予算案採決では、当初は、同じ福島県選出のマシコテルヒコラーともに、令和元年東日本台風被災県選出の、議員として、 党の方針に反し賛成する意向を示していたが、一転して反対票を投じた。採決後の地元市の取材に対し、災害復旧の部分を重視した補正予算案の組み替え動議に向け、頑張ってきたが至らなかった。野党合流の大義を重んじたと説明した。なお同じく賛成すると見られていた長野県選出の、篠原隆下条三は、 採決を欠席、1月30日の3、インポ本会議では、マシコと長野県選出の羽田雄一郎が、賛成票を投じたため、当初賛成の意向が報じられていた、国民民主党議員の中では、唯一反対に回ったことになる。2020年9月に、国民民主党が、新たな国民民主党を結成するグループと、立憲民主党と合流し、新たな立憲民主党と、 なったグループに分裂した際には、後者に参加した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙では、前回敗れた関係を破り、小選挙区から4選を果たした。ありがとうございます。